ペンシルベニア級戦艦はアメリカ海軍の超度級戦艦の艦級、2隻が収益した。1915年に撮影されたアリゾナの浸水式ペンシルベニア級は1911年からアメリカ海軍が研究していた標準型戦艦に基づいて1912年にようやく設計がまとまり、1913年度計画において2隻の整備が企画されたが、全級よりも 建造予算がかかったために2番艦を建造するには1914年度計画で議会の承認が得られてからであった。ペンシルベニア級の基本設計はネバダ級戦艦の改良型といえる艦級であり、船体長及び排水量は1割ほど増加し、船体が拡大できたために武装は計画通りに45口径14インチ手法は2門が追加されて12門を搭載することができた。 また艦幅が広がったことにより、直結タービンを全球の2軸から4軸推進となり、わずかながら高速化することができた。また複砲として51口径5インチ砲が原則に装備されたが、波の影響を受けることが判明するとそれらは撤去されることとなった。アメリカ海軍の評価として対抗性、居住性に優れ評判の高い環級だった。 全球のネバダ級の砲撃力と復元性をさらに高めたものとして、艦隊側の評価は非常に高く、ユトランド沖海戦の戦艦から水平防御がやや脆弱とされたが、同年代の対象国戦艦級に比べやや、劣速だが、攻撃力は同等、防御力で三連装砲等採用による集中防御が功を奏していることを含め勝っており、 本艦の方が戦艦として優れていると評価されることが多い。ペンシルベニア級はアメリカ海軍における標準型戦艦コンセプトの一部であった。その設計概念はアメリカ海軍において低速部隊と高速部隊の包括的な運用を可能とするための重要なものであった。標準型の概念は長距離射撃十一ノットの速度七百ヤードの回転半径及び ダメージコントロールの改善が含まれていた。この標準型には、ネバダ級、テネシー級、ニューメキシコ級及びコロラド級が含まれた。本級の収益により、日本海軍の不走型戦艦から、世界最大の戦艦の座を奪還した。1917年4月に撮影されたアリゾナ。まだ複砲の艦首と艦尾の一部が閉塞されていない。前後マスト上の見張り所は、 屋根のついた簡素なもので、マスト中段に、単小灯台のつくシンプルなモノボン級の船体形状は朝鮮主導型船体に改められた。同時期のイギリス船艦と同様に、艦首水面下に浮力確保用の膨らみを持つ艦首から、艦首甲板上に、1914年型35.6センチメートル砲を三連装砲塔に収め、 一番二番手砲塔を背負い式配置で二機を配置した。二番手砲塔の基部から甲板よりも一段高い艦上構造物が始まり、その上に司令塔と相舵環境が立つ。環境の背後から、この当時のアメリカ海軍の大型艦の特色である、カゴ状の全部マストが立ち、司令塔と全部マストを基部として、上から見て五角形状の船橋が設けられていた。 全部マストの下部に公開環境、頂上部に露天の見張り所を持つ。船体中央部に一本煙突が立ち、その周囲は関西堤置き場となっており、船体中央部にクレーンが片元一機ずつ、計二機により運用された。クレーンの基部で船首楼が終了し、甲板一が分下がった後部甲板上に頂上部に露天の見張り台が置かれた籠状の後部マストが立ち、 3番4番手砲塔が、背負い式配置で2機配置された。ペンシルベニア級の副砲である12.7センチメートル速射砲は1番、手砲塔側面から4番手砲塔の後方にかけて、原則に開口部を設けて、ケースメート配置で、片弦10機ずつと看板状に、片弦1機ずつの計22機を配置したが、最も看首に近い2機と看備の4機は、開口部から波浪が侵入して、 使い物にならないばかりか、浸水被害をもたらしたために撤去された。他に近接火器として、マーク17.62センチメートル速射砲4機を搭載した。手砲訓練中のペンシルベニア1924年時のアリゾナナを副砲撤去と同じ頃の1919 19年に、飛行船による航空爆撃の危険性が示唆されたために、 マーク1 7 6トル広角砲を装備することとし、甲板上に単装砲画で計4機を配置した。これは1920年代に本級は7 6トル広角砲6機を追加して10機となった。1925年より弾着観測用に水蒸気1機を運用するために、カタパルトを3番手法塔上に設置した。 1934年に撮影されたペンシルベニア。マストは三脚式に更新され、大型の射撃包囲板室が前後マスト状に乗っている。前側についた、時計上のものは両艦に射撃データを表示する、レンジクロックペンシルベニア級は、第一次世界大戦後の1929年から1931年にかけてワシントン軍縮条約で定められた範囲で、 近代化改装を受け、アメリカ戦艦の特色であったカゴ城の前後マストは強固な三脚式へと更新され、頂上部の露天の見張り所は新たに射撃法位反室を乗せた二段の密閉型見張り所が設けられた。小型で使い勝手の悪かった環境は、箱型の大型なものへと増築された。1930年代に撮影されたアリゾナ。一番司法等の方針に行革をかけながら、 航行中で、船体に追加されたバルジの形状が、よくわかる武装面においては条約により、手法の増大を認められていなかったので、手法等を改良して、行革を三十度まで引き上げるとともに、副砲以下の微法に改良が加えられた。第一次大戦時の戦訓により、波浪が吹き込む減速ケースメートは閉塞され、新たに甲板上に増設された、上部構造物の側面部に、 片言5機ずつと2番手砲塔の側面部に片言1機ずつ計12門が移設された。断着観測用の水蒸気運用のためにクレーンは大型化し選手楼の後部に片言1機ずつ設置されたほか、完備甲板上に設置されたカタパルトの側にも1機が設置されて計算機となった。これらの改装によるトップヘビーを防ぐためと 大水雷防御改善のために1番主砲塔側面から4番主砲塔側面にかけて水戦下にバルジを装着されて間幅は32.4メートルとなった。1945年時のペンシルベニア新時湾攻撃後に復旧されたペンシルベニアの環境構造はさらなる大型化を施され全部マストは頂上部に見張り所とアンテナを乗せた軽量な三脚式とし、 即居技や射撃砲をイバンは箱型の環境の上部に移設された。煙突の位置はバイエンが全部マストに逆流するのを防ぐため三脚マストの間を抜けるように接近されて少しでもバイエンを後方に逃すため筒状のファンネルキャップを後方に傾けて装着した。後部マストはレーダーアンテナを乗せた小型の三脚マストが設置され、 射撃照準装置は代わりに大型化した後部環境に移設された。射撃レーダーも最新のマーク8に更新された。対空警戒レーダーも全部環境の頂上部に SG レーダーアンテナが後部環境上に SC レーダーが設置された。これら環境構造が大型化したため、機関復旧時に煙突は二ホーム煙突から環境に接続した一ホーム煙突に変更となった。 武装面においては、対空火器も 12.7cm 広角砲を、連装砲がで、原則甲板状に片原4機ずつ、軽8機、近接火器として、ボホース 4cm 機関砲を、上部構造物の周囲に4連装砲がで発機、エリコン 2cm 機関砲を単装砲がで16丁、搭載した。この改装により満載排水量は35,400トンに達した。 収益時のペンシルベニアの3 5 6 c m 三連装砲とペンシルベニア級の手法は全球に引き続きマーク号1914年型 35.6cm 砲を採用した。その性能は重量 635kg の手法弾を最大行角15度で射距離 21,030m まで届かせることができる性能で、 射距離18,290メートルで、減速走行170ミ、mm、リメートルを、射距離1920メートルで302ミ、mm、リメートルを貫通できる性能であった。これを新設計の3連装砲塔4機に収めた。砲塔の不行角能力は、行角15度、深角5度で旋回は、守備線方向を0度として、左右150度の旋回角度を持っていた。発射速度は、 毎分1.75発であった。1925年時にメルボルンで取られたペンシルベニア。戦訓に基づいてマスト状の見張り書が密閉化され即居儀が装備されているペンシルベニア級の副砲は全級に引き続きマーク71911年型12.7センチメートル速射砲を採用した。その性能は重量22.7キログラムの砲弾を 最大行角15度で射距離12,850メートルまで届かせることができる性能であった。発射速度は毎分8から9発、方針の行角は15度、深く10度で動力は人力を必要とした。射回は露天では300度の旋回角度を持っていたが、実際は減速配置のため一回は制限があった。対空火器として、 マーク1 0 9 1 4年型7 6トル広角砲を採用した。その性能は重量5 9ラムの砲弾を最大行角85度で最大車高9 2 7 0ルまで届かせることができる性能であった。発射速度は毎分15から20発、砲身の行角は85度、深く15度で動力は人力を必要とした。社会は 露天では360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により社会は制限があった。その他に対艦攻撃用に53.3メートル水中魚雷発射管を単装で2機を装備した。新型砲塔を搭載したアリゾナ。原則部甲板上にキャンバスが掛けられた12.7センチメートル広角砲が見える1930年代の第一次。 近代改装の際に手法は新型砲塔のマーク101933年型3 5 6トル砲に更新された。その性能は重量6 8 0 4ラムの手法弾を竣工時の倍の行角30度で射距離3万1 3 6 0ルまで届かせることができる性能で射距離2万1 4 0 0ルで 減速走行 305mm を、車距離 1520m で 457mm を貫通できるなど大幅な貫通力向上であった。砲塔の不行角能力は、行角30度、不角5度で旋回は、守備線方向を0度として、左右150度の旋回角度を持っていた。発射速度は、毎分1.75発である。この時に、合格砲は、 新型のマーク1 7 1 2 7トル広角砲に更新された。その性能は重量2 4 4 3ラムの砲弾を行角85度で最大射高8 3 5 2ルまで行角45度で最大射程1万3 2 5 9ルまで届かせることができるこの砲を単装砲がで装備した。砲がの行角は85度。 深く15度で動力は人力を必要とした。発射速度は毎分15から20発、方針の車会は300度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により車会は制限があった。ペンシルベニアに搭載された 2.8cm4 連装機関砲収益後に近接対空用に、ブローニング社のブローニング 12.7mm 機関銃が 追加されたのに伴い、新型の機関砲として、マーク 12.8cm 機関砲が採用された。その性能は、重量 416g の砲弾を、行革90度で、最大射高 5791m まで、行革40.9度で、最大射程 6767m まで、届かせることができる機関砲を4連装砲がで、装備した。 砲画の行角は115度、深く15度で、動力は人力を必要とした。発射速度は毎分150発、方針の社会は露天では360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により社会は制限があった。1941年に大破着定したアリゾナの手法塔を解体中の写真。手法塔内の構造が、 よくわかるペンシルベニア級の副武装はすべて撤去され、新たに新戦艦に採用されていたマーク12,934年型 12.7cm 両用砲を採用した。その性能は、重量 24.5kg の砲弾を行角45度で、射距離 15,903m まで、最大行角85度で、最大射高 11,887m まで、 届かせられ、射程4940メートルで、減速走行102ミリメートルを貫通できることが、できる性能であった。発射速度は、毎分12から15発、方針の行角は85度、深く15度で、動力は主に電動で補助に人力を必要とした。射界は、減速方向を0度として、前後に150度の旋回角度を持っていたが、実際は、 原則配置のために2回は制限があった。これを片原4機ずつ軽8機を搭載した。1943年の改装時のペンシルベニアの武装配置図他に近接対空火器として、ボホース 4cm 機関砲を4連装砲画で装備した。他にエリコン射線 2cm 機銃を初期は単装で後期には連装砲画で搭載した。 ペンシルベニア級の機関配置は、ニューヨーク級のものを踏襲しており、大きな変化はない。ボイラー室は3室に分かれており、1室あたり、ボイラー4機が並列に並べられた。その後ろに、銃核壁により2室に区切られた、機械室が設けられ、1室あたり推進機2機が設置された。ボイラーの形式は、バブコックウィルコックス式重油浅昇水管管12機だが、 タービン機関の形式は比較研究のために、姉妹間で別の形式が採用されており、ペンシルベニアはカーティス式直結タービン2組4軸で最大出力3万1500馬力、アリゾナはパーソンズ式直結タービン2組4軸で最大出力3万4000馬力である。重油2 3 0 0トンを搭載して、速力10ノットで8000回利を航行できると計算された。 1930年代の第一次近代化改装時に、ボイラーとタービン機関が更新されたが、ワシントン海軍軍縮条約により、廃艦となった、コロラド級戦艦ワシントンや未成となった、サウスラコタ級用に製造されたものを流用しているために、姉妹艦で別々の機関形式となっており、ペンシルベニアはホワイトフォスター式五機と、ビューローエクスプレス式一機に、ウエスチングハウス式、 ギアードタービン4機4軸推進。アリゾナはビューローエクスプレス式6機にパーソンズ式とウエスチングハウス式、ギアードタービンを2機ずつ、計4軸推進となった。最大出力は3万2000馬力で、速力は21ノットのままだが、ギアードタービンの採用で、巡航時の燃費が向上して、速力10ノットで19900回りを航行できるとされた。 1943年の損傷復旧時に燃料搭載量が増加し、15ノットで13,660回りを航行できるとされた。近代化改装後のペンシルベニアの武装、走行配置図ペンシルベニア級の原則走行体は1番主砲塔から4番主砲塔の弾薬庫を防御すべく、長さ125メートル、高さ5.3メートルの範囲を防御した。 水線武装甲は全球と同じく 343mm で、上側 343mm、下側 203mm とテーパーしている。水線加防御はあまり重視されておらず、一層式の重油タンクと 38mm 厚の装甲板で、浸水を止める考えで官邸部の耳え底であった。水平艦板の装甲は、 原則走行と接続した主幹板走行で敵弾を受け止め、剥離した走行板の断片を過換板で受け止める複層構造とした。主幹板が最圧部で63から7 6ト、mm、ル、過換板が3 8ト、mm、ルで水線部走行と接続する部分は傾斜している。また、ペンシルベニア級から煙突の基部から敵弾が突入するのを防ぐため、 機関区の煙時気分に 343mm の垂直走行が施されている。主砲塔の走行は3連装砲塔は、前立ては 457mm、側立て 254mm、後ろ立て 229mm、天外 127mm と重走行だった。1930年代の第一次近代化改掃除に、 戦訓により甲板防御と水雷防御の強化が行われ、甲板防御は 120mm へと強化された。水雷防御面では前述した期間の乾燥に伴う、機関スペースの減少により、機関区に一層分の防御層が追加されて二層構造となった。さらに水雷防御と断片防御のために 38mm から 76mm へ、塗装甲板への厚みが増した。 その他に司令塔の天外に追加装甲で1 0 2トル装甲が張られた。1916年から1918年にかけて本国艦隊に所属したペンシルベニア級は西部大西洋で活動した。第一次世界大戦時のアメリカは1917年より連合軍の一員となったが、 イギリスの燃料事情を考えたアメリカ海軍は、石炭と重油を使用する旧式戦艦のみを派遣し、重油しか使えない。ペンシルベニア級は1918年11月の休戦直後にヨーロッパを訪問し、その後はアメリカ海軍の主力として活躍した。1929年から1931年にかけて改修が行われ、手法業格の改善。 三脚マスト上に射撃管制装置を装備し艦載機用カタパルトが装着された。副砲も改良され、艦砲爆弾及び魚雷に対する装甲も強化された。艦隊機関任務が与えられたペンシルベニアは拡大された装行司令塔が装備された。艦載機による砲撃観測が行われ、長距離射撃が可能となると、 ペンシルベニア級はその主力としての役割を果たすこととなった。ペンシルベニア級2隻は1941年12月8日の日本海軍による真珠湾攻撃に遭遇した。アリゾナは空母加賀の飛行隊の航空爆撃により魚雷1本と爆弾後から8発を前方火薬庫に命中されて爆沈し、現在も真珠湾の底に眠っている。一方、 ペンシルベニアの被害は警備で、5月には修理が終わった後は、第二次世界大戦の初期をハワイからアメリカ西海岸の海域で活動した。1941年後半から1942年8月にかけて近接対空火器の強化が行われ、さらに1942年10月から1943年2月の改装で、 新型の38口径12.7センチメートル両用砲が装備された。海装後はほとんどを太平洋戦線で過ごし、あっ島、アリューシャン諸島、多くの進行上陸作戦において、艦砲射撃による支援を行っている。1944年10月25日には、スリガオ海峡海戦に参加、歴史上最後の主力艦による砲撃戦に加わった。 1945年8月に魚雷の被害を受け、4本のスクリューのうち3本を破損し、修理を受けている。戦後、ペンシルベニアは他の旧式戦艦と同じく原爆実験に供要され、その後解没処分となった。ありがとうございます。